ダンスの動画だけの再生数で全部を判断というわけにはいかないというのは分かっておりますけれども、まあ101人から60人に、まあ、絞るときに、ここの今挙げた人たちはきっと、まあ、落ちることはないだろうなっていうふうに予測はしておりますね。文化系トーク YouTube グランパンパスです。ニチプ2の話になりますけれども、まあもうね、皆さん投票も済んだかなと思われますけれども、誰に投票されたでしょうか。でね、まあギャオでやってた番組見ました。1時間番組、23時から24時の時にやってたやつですね。1月31日のね。まあそちらは見たんですけれども、基本的にまあ私が以前の動画で挙げた11人ピックしましたが、そこと投票する人は変わりませんでした。まあ、最初ですしね、まあ、これからまだね、10日まで時間がありますから、変えていったりとか、今日はこの日、今日はこの子、今日はこの子みたいな感じで変えていく可能性もあります。アイランドの時に、K はずっと入れてましたが、ニキと J はこうね、テレコで交互で入れていたりとか、そういうこともありましたし、タキとニキとジェイを結構こうね、ハンビンもでしたけど、基本的にだからケイは毎回入れて、で、他、1日おきみたいな感じでやってた時期もありました。まあ、アイランド、別のオーディション番組の話ですけども。で、実は YouTube の方で約1時間前になりますけれども、ダンス動画が上がっておりまして、まあ、あれは残酷ですね。数字ががっつり出ちゃうので、注目されている練習生と注目されていない練習生というのがはっきり出てしまいます。で、まあ、ダンス動画なので、もちろんダンス面が結構ね、こう取り沙汰されやすいっていうところはありますけれども、まあでもそれだけでもないなっていう気がして、要するに注目をされているから動画が上がったら見るのも増えるしっていうところですね。で、まあ、そこの中で、まあ、わかりました。もう完全に注目されているメンバー、上位がね、3人、まあ、ぶっちゃけ4なんですけど、4人目がちょっとこれ、知ってらっしゃる方も多いかもしれませんが、ちょっと微妙な注目のされ方なので、3人とさせていただきます。4人目は後で言います。まあ、3人ですけど、ちょっとね、名前を間違えると申し訳ないので、読ませていただきますね、紙でね。まずですね、私のピックでもある西洋人君、そして木村雅也君、で、それから田島翔吾君ですね。このお三方が一番再生されております。まあ、3人とも紛うことなきダンス面でございまして、まあ、うまいです。で、注目もされております。で、西洋人君に関して私気になってたわけですけども、あの人ね、トッケビっていうドラマ、韓国ドラマは知ってらっしゃるでしょうが、有名なんですけどもね。で、向こうの韓国の有名俳優、コンギュさんにちょっと似てるなっていうところがありまして、それで最初見た時に気になっていたのかなっていう。若いんですが、まあ、これは褒め言葉ですが、年齢よりも年上に見えますし、セクシーな感じっていうのがよく似合いますね。西洋人君が注目されていて嬉しいなっていうところと、あと、まあ、田島翔吾くんね。まあ、強いっすね。まあ、私はピックに入れておりませんけれども、まあ、強いところに来てるんだなっていうところは。で、木村雅也くん。ここも私ピックに入れております。で、この3人が特に注目されております。で、同じ感じのダンスめっちゃうまいメンバーってとこで、もう一方、ピックに私入れておりませんけれども、福田翔也くんという方がいまして、ちょっとこの福田くんが、ちょっとね、ダンス再生回数で見てもあまりまだ振るっていない感じがして、あんまり注目されていないのかなっていうところで、まあ、国分の皆さんのね、お好みというのがどこに来るかっていうのはまだちょっと分かりませんのでね。でも、まあ、ダンスとか1分 PR とかは見たんですが、すごく真摯な子でね、いてくれると良いかなっていうふうには思うんですけれども、なんかね、でも11人の中に私も結局選んでおりませんからね。でも、まあ、すごく良い子だと思います。で、まあ、こちらの西洋人君、田島翔吾君、木村雅也君が、まあ、一番再生されてますね。1時間前の段階ですけど、まあ、再生回数は多分これ見ている時にはもうすでに変動していると思いますので、今の段階でそういう感じですっていうことを言っておきます。はい。プロデュース101ジャパンシーズン2の公式の方行けば出てますからね、見ていただければと思います。で、あとは、比較的注目されている人たちっていうのがね、結構何人かいましてね、その人たちを読み上げたいと思います。後藤威尊君、それから、シュー・フェンファン君。フェンファン君かフェンフォン君かどっちか。まあ、中国の方ですね。で、テコワ・ユウセイ君。私のピックです。はい。
いいですね。そして佐野雄大くん、この佐野雄大くんに関してはちょっとまた別個の理由があるので、まあそれもまた言いますけれども、これは良い意味です。はい。でベサエガヒカルくんですね。まあビジュ担当だなと思いますけれども。で中丸斗真くん、はい。で西島蓮太くん、はい、ピック入れてます。飯沼アントニーくん、ワンピックです。一押しです。1個前の動画であげました。いいですね。まあとにかくここにいる人たちは60人には入るだろうと、とりあえずね、まずはね。で高塚ひろむくんで、篠原みずきくん、大久保なるくん、池崎理人くんですね。まずこの辺がだいぶ注目されております。まあダンスの動画だけの再生数で全部を判断というわけにはいかないというのは分かっておりますけれども、まあ101人から60人に、まあ、絞るときに、ここの今挙げた人たちはきっとまあ落ちることはないだろうなっていうふうに予測はしておりますね。はい。であと私のピックのところの人たちのことを先に言わせていただきます。まあちょっとやっぱ自分のピックが気になってますんでね。ここの、なんか今までで言ってないピックの中で言いますと、まあ、福島玲一くん、それから藤巻京介くん、内田正樹くん、宮崎斗真くん、河村海斗くんが私のピックとしてはまだ言ってません。で、ちなみに福島玲一くん、藤巻京介くん、内田正樹くんに関しては、先ほど述べた人たちほどではないですが、それなりに再生数は言ってますので、まあ、よほどのことがなければ、おそらく60人の中には残ってくれるだろうと思います。で、まあ、福島くん、藤巻くん、内田くんにはね、その後の60人になった後の番組とかで、いろいろと盛り返していってくれることを期待しつつっていうところですね。で、ちょっとその中で、私のピックの中でね、宮崎斗真くんと河村海斗くん、ちょっとダンス再生数が振るっていないなというイメージです。もしかしたら、もう今の段階だとまずいかもしれないと。うん。まあそうですね。ちょっと残念では、まあまだ決まってませんから、これから伸びるかもしれません。ただ今のこの段階ではそうなっております。で、まあダンスの再生数という評価もそうですが、まあ、コメントの数とかもやっぱり注目されてる人たちは、それやっぱりそんなにたくさんありますし、まあ残念ながらそんなに注目されていない練習生は本当にコメント1件とかありましたからね。うん。まあ難しいところで、残酷なところではありますが、オーディションっていうのは本来そういうものですからね。うん。はい。で、冒頭で述べました、注目特にされているのが4人いると言いましたが、まあ4人目、うん。まあさっきね、冒頭で述べた西くん、田島くん、木村くんに関しては良いことなんですよ。ただ、4人目のね、方ね、古江優斗くん。はい。低評価がだいぶついておりまして、うん、で、まあ、再生回数はあるんですが、これは良い再生回数って意味ではなさそうです。まあ、いろいろ言われておりますけれども、まあ、いろいろと、まあ、あったみたいでね。まあ、このまま行くとおそらくまずいんじゃないかなっていうところがあって、まあ、でも、これもね、ちょっと動画で取り上げるかどうか迷ったんですがね。ただ、ダンス動画で再生回数取れてる人っていう意味合いのことを動画にしようとしたときに、どうしてもここを言わないわけにはいかないっていうところでね。わかんないですけどね、実際のところは。これから巻き返していくのか、どうなるのかっていう。ただちょっと、今のところここまでになっちゃうと、そう簡単に巻き返すことはできなさそうな気はします。よほどの奇跡がない限り難しいのかなっていう気はします。というわけで、まあ、注目されている人たちというのを大体読み上げさせていただきましたけれども、まあ、もしかしたらこれから変わったりする可能性もありますが、基本的に、まあ今回はダンス動画でしたし、ダンス動画が上がってるって話でしたし、ギャオの番組を見ても、ダンスに関する話が結構ピックアップされやすいなっていうのがあって、なんとなくまたダンス面みたいな感じの人が注目されやすい感じになる流れができてそうな気がするんですけれど、ただやっぱりダンスに関しては JO1 がダンスが上手いグループっていうところがあるので、どっちかっていうと、歌やラップに力を入れてほしいグループになってもらいたいなっていう気がしてるんですね。なので、歌面、ラップ面を結構がっつりと応援したいっていうのはあるんですけれども、でももちろんダンスができるメンバーがいるというのはすごく大事で、全体的に今回は日プ1より日プ2の方が、まあ、全体的のレベルは上の人が多いという話とか、もともといろいろ芸能活動とかはしていたメンバーもね、結構いるのでっていうところもありつつで、
まあそんな感じなので、なかなか面白い感じになるんじゃないかなと思います、ある意味で。そうそう、先ほどの佐野雄大くんの話ですね。この子はまずビジュアルがダントツで良いっていうところですけど、ダンス動画ですからダンスが上手い子たちが注目されるかなっていう感じもするんですが、佐野くんに関してはダンスはあんま踊れておりません。でもなんかこう国分の中にはね、まあ、育てたい願望というのがあって、そう、先ほど面白くなりそうとは言ったんですが、育てたい願望がある国分の人たちにとっては、今回もともとのレベルが高いので、成長を見守るっていう形のものが、日本人が好きな成長を見守るっていうのが、なかなか、わかりづらい部分があって、その成長を見守りたいっていうところのね、部分が、この佐野雄大くんにちょっと出てるかなと。ある意味これも才能ですからね。顔面とポテンシャルはすごく良いので、ここが上に登っている可能性もあって、はい、だからどう化けるかが楽しみで、みんな見ているんだなっていう気がしますね。はい、で私も前に上げた動画のままのピックでそのまま投票もしましたけれども、まあ明日はまた誰に投票するか変わるかもしれませんし、最終日になったら全くガラッと変わっている可能性もあります。ただまあおそらく基本的にそんなに路線的に変わんないような気がします。やっぱ最初に見た時のイメージとそこまでの差は今のところないですから、はい。だからよほど何かがあったりとかね、そういうなんかがあればですけど、ただまあ今のところね、動画で見るしかないので、全部4つの動画ありますけど、歌とダンスと1分 PR と質問のやつ、あれ以上の情報がないですからね。まあだから基本的には変わらないのかなっていう気はしますけど、皆さんはいかがでしょうか。まあいろいろね、 YouTuber さんもそうだし、SNS とかでもいろんな情報が上がってますので、まあ全部を信じるっていう感じよりは、何かの参考にするっていう感じにしておいて、基本的には自分の心の思うピックを投票するっていうのが良いのかなっていう気はしますね。はい、やっぱ人数が多いとなかなか大変ですね。まあアイランドの時はそんな人数がいなかったもんですからね。まあでも楽しいと思います。皆さんもぜひ楽しみながらね、推し活動をしていきましょう。はい、ちなみに私のワンピックは飯沼アントニーくんです。大事なことなので最後にも言っておきました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。ニチップ2もそうですが、オーディション番組がたくさんありますので、いろんな情報を共有していければと思っております。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。